パストレーナーナです自宅トレーニングで背中のトレーニングをやっていくそしてこの広背筋をつけていくといった時に、まあ、自宅ではなかなかね懸垂とかラットフルなんとかそういうものができないのでその中でやっぱりねかなり有効になってくるのがこのワンハンドローという種目になってくるわけですけどもただねこのワンハンドローがですねとにかく乱れやすすいですかなり乱れやすくて、まあ、正直言うと僕がジムで見てても かなりほとんどの人は、それは後背筋使ってないんじゃないか、後背筋はなんか2割ぐらいだ、その他のいろんな筋肉使ってる状態じゃないか、みたいなフォームが結構あるわけですね。で、ワンハンドローでね、間違いやすいパターンっていうのは2つあってですね、2つ、本当に基本的には2パターンに分かれると思います。1つのパターンというのが、とにかくダンベルを上げる、ダンベルを上げる、ダンベルを上げるってことだね。こういうフォーム。これ、ね、ダンベルを上げてるけれども、結局のこと背中が丸まって、かつ腕が上がってるだけで、 後輩筋が縮まってないですね。これを上げてるけにここが縮まってる。あるいは、この腕が上がってる。肩の、肩の三角筋、後部だけが縮まっていて、後輩筋が全然縮まってないパターンがある。もう一つのパターンというのは、これをね、 またダンベルを上げるという目的になっちゃうんですけど、こう、体全体をひねってこうやって上げていくというパターン。これだと全然ダンベルは上がってるんだけど、後背筋の伸び縮み、今僕う,うね、正直なんか2割ぐらいしか伸び縮みしてない感じなんですけど、それで体全体をひねって上げてるというパターンがあります。まあこの2つがかなりね、間違いやすいパターンで、 で、このパターンになってしまうと、後背筋がなかなか変わらないですね。全然つかないです。で、ここをとにかくね、後背筋をつけるようなワンハンドルを正しくやってほしいと思うんですけど、まずね、あの、後背筋というのがどういう風についていて、どう伸び縮みするかということを考えながらやってますでしょうか。ここから考えなきゃいけないわけですよ、ここから。後背筋っていうのが、 この背中の中央に近いようなところね、ちょっと手が届かないんですけど、この、この辺からついてます。で、この辺から斜め前に向かってずっと伸びてきて、腕の付け根のところについてるわけですね。筋繊維はここから斜め上に腕の付け根に向かって伸びてきてるので、それを縮めていくというのはどういうふうに動くかというところからまず頭をイメージしていかなきゃいけない。これが順番が逆転して、ダンベルを上げること、ダンベルを上げることになってしまうと、ちょっともうおかしくなっちゃうわけですね。 重要なのは後背筋を縮めるような動きをしていくこと。ということが大事なので、その動きから入っていく必要があるわけです。だからまずね、ダンベルを持たないでその動きをやってみるということ。いいですかここから、グーッと後背筋伸びてきてます。伸びてきます。で、ここについてる。これを縮めるとどうなるかというと、それ以外のこと一切ない。そうすると、こうなるんですよ。こうなるんですよ。わかります後背筋が縮んでくると、腕の付け根が引かれて、 腕は自然とこうなるってこと。こういう感じ。これが縮んだ頃。今これ後背筋が伸びてるところが縮んだところっていうのはこうなんですよ。だから、ダンベルを持ってるとわかんなくなってダンベルを持ってこうなっちゃう。前腕が決してここじゃないですよ。ここじゃなくて、持ってなくて肘の動きを入れないですよ。こう前腕こういう感じになってきちゃう。 これが今、後背筋が腕の付け根を引いて締める。この動きをまずちょっとやってみてもらいます今ちょっとやってみてください。背中はね、丸めないょ。こう、まっすぐ。まっすぐというのは自分でちょっと反ってるかなという感じのところで、後背筋を、後背筋で腕の付け根を引いてくると、腕がこのぐらいの斜めな感じになってくるということなんですね。で、それともう一つ大事なのが、後背筋の動きだけを考えるんじゃなくて、肩甲骨の動きも考えなければいけないです。肩甲骨がそのままでいると、 基本的にこれだけです。これだけです。だけれども、これ戻った時に肩甲骨が背骨から離れていくとね、右半分だけ、背骨から右半分だけ離れていくと、これが肩関節をもっと落とすことだけですね。ここまで行く。そうすると、腕の位置が同じであっても、この肩甲骨のこの動きによって肩関節が変わってくる。そうすると今これ、これだけで後背筋の伸び縮みはかなり変わるの分かりますここ、この、この辺がかなりこう変わってきます。 腕の位置は同じ。腕の位置、だけね、腕の付け根がこう来ると、これが後背筋の動きって言いましたが、これが同じでも、肩甲骨が動くことによって、後背筋の伸び縮みはかなり大きく出てくるんですね。この二つの動きをまずしっかりイメージして、これが動きのスタート地点なければいけないということ。だから、縮めるというのは後背筋が縮むとここに来る。こういう形になってくる。少しこの胸が開いて、肩が開いて、この腕の付け根を引いて、後背筋この,この辺ね、この辺がこう、キュッと締まってくる。ここを一切意識しない。 で、今度、ここまでだけじゃなくて、今度、肩甲骨を開くことによって、息も吸います。息を吸うことで、ぐっとこう。背中はね、丸まらないですよ。丸まらないで、反ったままなんだけど、肩甲骨を、息を吸って開くことで、小い筋がより開いて伸びてくる。というところまで作っていくとい。これが、まず、動きの基本。背中が動いているとい基本。で、その先にダンベルがついているという順番でいかなければいけないですね。絶対にダンベルを上げるという、その順番で考えないということ。今、この動き。 しっかり、まず練習してもらいますか。これを付け根を引く。で、後背筋を縮めるという方向で付け根を引く。この頭の軸が動かないで、しっかりと付け根を引く。で、今度は肩甲骨を開く。肩甲骨を開いてストレッチ、縮めていく。吐く。息を大きく吸って、肩甲骨も開いて、息を吐きながら縮めていく。息を大きく吸って、ストレッチして、縮めていく。まあ、腕は垂直より前には出ないんですけど、垂直までなんですけど、そこまでの間でやっていくということ。で、もう一つ。 まだダンベル打たれです。ダンベルはもう後です。最後でいいです。ダンベルは最後でいいですよ。で、もう一つはですね、中心軸というのが大事です。中心軸。中心軸というのは、この背骨なんですね。背骨。背骨自体はアップダウンを絶対しないということ。つまり、この肩と背骨、背骨この奥にありますけど、肩と背骨の関係がこう入れ替わったり、こう入れ替わったりしないということ。どう確認するかというと、前に鏡があれば、あるいはね、あの、家であればガラスがあれば、そこに自分を映します。 移したら、これまずしっかりこう突っ張るんですけど、ぐっと押して突っ張るんですけど、で、背骨、この位置が、ここよりもちょっと高いくらいに突っ張っていく。だから大胸筋でこっちの大胸ちょっと押しますよ。で、やってる最中にこの鼻の位置。鼻の位置がアップダウンすることはないということ。鼻が上下しないということ。頭鼻が上下するともう背骨結構動いてます。 それが上下していると、さっきのダンベルをこう全身で上げてしまうっていう風になってしまうので、背中をまっすぐちょっと反りを入れたような形で、かつ、これをちょっと押す。そしたら、この鼻の位置が一切動かないようにやっていく。その中でさっき横から見た後背筋を広げて、肩甲骨を広げて、肩甲骨がぐっと下がってきたこうなんですね。そうすると背骨よりもここの肩は肩甲骨が下がってくる。で、今度はそれよりも少し上がっていく。降りていく。鼻の位置は動かないけれども、さっきと同じ、 後背筋を縮める肩甲骨を動かすという動きをやっていく。まずは、ここの確認ですね。横からの動きの確認。それから正面の動きのこの鼻、頭が動かない。上下しないという中での、さっきの横のこの後背筋、肩甲骨の動きをやっていく。まずはここをしっかり練習してください。動きの練習をしてください。確認をしていきます。 その基本のこの中心のこの胴体の動きをきちんと確認できたら、ようやくダンベルを持っていくということですね。ダンベルはその先になっているわけですよ。で、ダンベルをまずこの持つときに、このね、手のひらの指4本がまんべんなく引っかかるようにして、やってる最中に人差し指の方だけ強く引っかかるとか、小指の方だけ強く引っかかるっていうふうにならないように、基本水平です。4本まんべんなくで、運動中はダンベルは常に水平ということを意識してください。常に水平。 これが本当にこういう感じだね。これも結構ありがち。こういう風になっていると、また、この1と5等、2等筋でこうやって引いちゃうので、ダンベルは絶対に水平に移動していく。水平に移動していく。で、ダンベルがどう動くか、どこに動いていくかというのは、最初はまずイメージしません。ね。最初に言った、この広背筋、背中の動き、肩甲骨の動きだけを頭でイメージしていく。鼻が上下しないということをイメージしていく。その中でダンベルを水平に保っていくだけで、今、僕はやっている、この、 一に、結果的に来るわけですね。息を吐いて、息を吸って、ダンベル水平で吐いて、吸って、吐いて。ちょっとダンベル外し、話しますけども、そうすると、さっきね、腕を腕の付け根を引いて、ぐーっと引いてくると、こう来ると言いました。ここまで来ると言いました。そうすると前腕はこんなに来てるんですよ。だけども、これダンベルを持つと重いものを持つと、ちょっと引っ張れてこう来るということ。 だけども、決して垂直より前に来ることはないということね、前腕はね。前腕は絶対垂直もしくは垂直より一個後ろでもいいということ。だから、これを絶対、ダンベルの軌道をこういう風に来ると絶対無理。結果的にはこういうね、腕のね、この動きっていうのが、ここ見てください。腕のこの上腕っていうのが、こういう動きで来ますが、その先についているんで、ダンベルっ結果的にはこういう動きで来るわけですね。こういう動きで。絶対こっちじゃないということ。まあ、それは結果的にですけどね。なので、 これで腕の付けの肘で縮んだらいい。この時に最終的にね、あの、この肘の位置が今僕の体を超えてないです。体を超えないです。体を超えるまで上げようと思うとこうなって三角筋交部だけがきつくなってくる。肘は結果的に体を超えない。なぜここで止まるかというと、後背筋がもう収縮し終わってるから。今僕はこの時点でギュッと後背筋が縮まってるんで、肘が体より上には絶対来ないということなんですね。そこまででいいということ。 それ以上引き上げない。だから、感覚的には自分のこの背骨のラインより、ほんのちょっと肩、腕の付け根が上がってるかなというぐらい。で、あとは、開く方、下ろす方をしっかりと大きくやっていく。という、このね、本当にあの、ラットプルダウンとかでもやってるからにぐーっと伸ばしていくような、それをこの方向ね、この方向。その方向に肩甲骨後背筋をぐーっと広げていく。息を吸うことによってより後背筋を広げていく。これぐらい肩甲骨がぐっとずれて動くぐらいまで、 やっていくただし、ダンベル、今で、こっちに最初からイメージしない。重力はこっちですかこっちに落ちていくものね。今、ここに上がってます。そう。ここ,こ,こから、こっちに落ちていくものを、背中の筋肉でブレーキをかけていく。背中の筋肉でブレーキをかけていくだけ。自分で戻そうと思われて、落ちていくものを離したら、まあ、こうなりますね。それを、広背筋、背中の筋肉でブレーキをかけていって、息を吸っている。吐く。ブレーキをかけて、息を吸って、開けていく。 吐くという感じ。この手の重さでも、あの、手になっていくとかなり強いです。かなりきついです。この、今、降りていくうが大事なんです。結構ね、ほとんどの人が、ダンベルをね、上げること、引くことばっかり考えていくけど、これも、他の筋トレと同じで、下ろすとき、ネガティブが大事なんですよ。ベンチプレス、ダンベルを下ろすときにね、ぐーっと抵抗していく。まあ、それが大事なわけですね。筋、筋肉を作っていくと、それが大事なんですけど、背中の筋肉、ワンハンドルも同じなんですね。 上げる方はもうそこそこキュッと収縮すればそれで OK。で、息を大きく吸って抵抗していく。吐く。大きく吸って抵抗していく。結果的には運動のペースとしては1、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5という感じ。下ろす方の方をもっとね、ゆっくりやる必要がある。それを、あえて時間を作っていく。というやり方なんですね。 まあそんな感じで、ネガティブでしっかり時間をかけて、そして広く使っていく。ということは大事なんですね。あとは、今やっていく中で、さっきね、あの頭のところを動かさないって言ったんですけど、この重心、これをこの膝にはあんまりかけないです。この足で基本的に立って、足で立って、こう、ぐっと引っ張ってですね、地面に、この地面を踏ん張ることで、こう、引っ張ってる感じになってくるのでつけ根をね、引っ張っていく感じになってくるんで、こっちの膝に体重かかっていると、また最初に言ったこのパターンになってきて、こっちに目いっぱい体重かけちゃうんですよ。それはしない。ここ、ほぼ体重かからない。 この2点で支えて腕の付ける後背筋を引いてるというだけなんですね。まあそんな感じでね、ワンハンドロールでやるときはまずはね、後背筋の動き中心から考えていくということ。それから下ろすをしっかりとくやってて、そのために肩甲骨を動かしていく。そして息を吸いながらゆっくりやっていく。という感じでやって、 とにかく上げること、ダンベルを引き上げる音をメインには絶対にしない。その真逆の動きをやってほしいということですね。今の順番でやって、かつ、今のように、まず予備運動をやってから、ダンベルを持つという練習に入ってください。あともう一つ、最終的に大事なのがですね、まあ、どの種目をやってるのも、最後のね、あの、ワンセットの最後の方っていうのは、きつくなるんですね。きつくなった時に、それをね、きつくなった時に、絶対10までやらなきゃいけないと思って無理すると、また体がこうなっちゃう。 じゃなくて、もしきつくなったら、きつくなったらこれが8で、あもうこれ以上はひ収縮できない。9浅くなった。10より浅くなった。終わりでいいんですよ。 どんどんね、あの、引き上げるのはちょっと浅め浅めで最後のね、2回ぐらいになってもいいので、そこを無理して引き上げすぎないということ、これもね、大事になってきますので、ワンハンドローはね、今言ったようなことを気をつけてやっていけば、めちゃくちゃ変わります。自宅でこれをやってるだけでもかなり変わってきますので、とにかくね、最初にやった2つの間違いの方に落ちらないように、ちょっと注意してやってみてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムもやってますので、フォローよろしくお願いします。パーサートルならゆうじでした。Go! Go!